彼を打ち負かすこともできぬ。殺せ。そうだ、殺せ、殺せ。わかりか、仏に仕えること、槍落ちで濡らすこと、そのどちらが誠の因瞬殿。魔界にふさわしきその魂お迎えつかま、魔界にふさわしきその魂お迎えつかまつった。陰春、あの宝蔵陰春か。槍を極めるのと引き換えに自ら命を捨てました。大納言様の盾となるのはいずれも世に名だたる大剣士たち。たとえことが露見したとて動じることはございませぬ。万に一つの時は大納言様御自ら魔界へ転生なされませ。わしが魔界へ転生、途方もないことを企みおる。成し得るものざらにはありませぬ。現世に大いなるご不満を抱き、絶大なるご気力をお持ちでなければ、ご難の時には私のこの体で転生なさいませ。申し上げます。十兵衛が、柳生十兵衛を推薦いたしております。何？江戸のお城でお目通り賜ったことはござりまするが、大覚えにござりましょうよ。柳生田島の一子、十兵衛光吉めにござりまする。存じておる。その柳生十兵衛が何しに声参った？ちと多分をはばかる下級の要件で。構わぬ、申せ。実は猿大半に魔界の者が取り付き、容易ならぬ陰謀を企てておると。誰がそのようなことを申しておる？木村何がしと申せばお分かりか。うぬが魔界の者を捕らえる役か。江戸を追われたこの素浪人が何故そのような大役を仰せつかりましょうや。してその魔物と我が紀州藩、何の関わりがある？
気があろうとも誤解入なされませぬよ。大納言様がつむじ風に巻き込まれぬよう老婆神から参上したのでございます。猿芝居はよしにいたせ。我ら互いに隠し立てせぬ方がよさそうじゃ。何事か。何やらお取り込み中のご様子。失礼つかまつる。何者？天草四郎時貞と申す。島原の怨霊が和歌山に出たか。何故紀州藩に取り付く？一騎勢の恨み話にか。恨み？地獄を見たことはあるか。見せしめのための殺戮。見よ、徳川の鎖から逃れようとした者たちの末路。まさに地獄。人は人は飼い犬になるために生まれるのでは断じてない！ほどなく審判は下され、徳川の世は炎に焼け沈む。飼い犬の世は滅ぶ。再び乱世だ。死神か。田島殿に不滅の命を与える者。まだ生きろと申すか。悔いに満ちていらっしゃる。死ねばこの悔いが消える。日に消える露ほどの悔いならば今宵水産いたしませぬ。